はい、YouTube の皆さん、こんにちは。今日は私のこのスズメバチの、オオスズメバチの、巣を駆除してきた後のセルマップというのを皆さんに一部ご紹介いたします。それはハチでも私でも駆除するにあたって戦いますから、私は蜂のことを調べなくちゃ蜂に向かっていきませんので、そのセルマップをつけて原寸台に移し取って巣板を、そして、色分けして、どういうふうなことないよということをこと細かく膨大な資料があります。調べましたので、皆さんに一部紹介したいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。はい、これがオオスズメバチですね。左側が女王バチ、右側が働きバチ、そして、房宅の土手の斜面の中に、このオオスズメバチが巣作りをしていました。これが、駆除した時の数量です。そしてこっちの方は巣板が4段ありました。4段ですね。この4段の巣の状況をこの原寸台でセルマップとして私は研究を兼ねながら調べておきました。これが1段目、そしてこれが2段目、巣板の2段目で、こっちが3段目、最後に4段目ということになります。で、この色をついているのがこういうふうに赤、緑、青、いろいろこうついてますけど、サナギとか幼虫とか卵とかそういうことで、つけております。そしてこの資料をこと細かく日にちから、例えばこういうふうに何月何日にどういうところでどのように寸法があって、高さがどのぐらいとか、そういうことをすべて、つけておきます。こういうことですね。